はい、薩摩忍者研究会代表の清永です。ちょっと喉を弱くしてちょっと喋りすぎなのかな、やっぱり、ちょっとドリンク飲みながらお話したいと思います。で、ちょっとね、ツイッターの方で忍者マスクのちょっと話が出てたんで、軽くね、お話ししたいと思います。一般的なその頭巾かぶってその忍者マスクしてっていうお話じゃなくて、うちらが簡易的にね、日常生活で、ほこりっぽいとことかですよ、悪臭のするところ、そういうところでね、ちょっとしたマスク作るの。それ何使ってるかというとね、どっちかというと、いつもこういった日本手ぬぐいを持ち歩いてることが多いんですよ。海外の人にちょっと説明するとなると、生地自体は木綿かな。で、長さが、高さが大体3、40センチ、こっちが大体30センチかな、30センチぐらいかな。で、長さが、ちょっとね、風が吹いて測りづらいんだけれども、20、40、60、80ちょいくらいかな。この横の長さが大体80、90っていったところ、こういった日本手ぬぐいをね、いつも持ち歩いてる。何に使うかって言ったら、やっぱりこういったハンカチ代わりに手を拭いたりとか、あとはね、こういった、ちょっとした、こういったのがあったら、持ち歩きたいってなったら、風呂敷代わりに包んだりとか、あとは今話に出たようにマスク代わりにしたりとかするの。で、これをどうマスク代わりにするかっていうと、ちょっとこちらでいこうか。1つ2つ3つぐらい折ります。折ったら、ちょっと折り方がまずいかもしれない。鼻の上の方に見えるかな、鼻の上の方にちょうど半分ね、真ん中のところを、いいのさん、ちょっと溶けちゃった。ちゃんと。ね。真ん中のところを、鼻のちょうどへこみのところ、わかるかな?鼻のへこみのところに入れて、後ろに持ってきます。耳の下です。耳の横でもいいけど、耳の下あたりの方がいいかな。下あたりに持ってきて、で、今上の方つけてるの。上の方を持ってます。この次の下の方、わかるかな？下の方をなるべく顎を巻き込むような形で引き上げてしまう。反対側のこの下の方、下の方も顎を巻きつけながら一緒に上と下持って後ろで縛ってしまう。で、これ木綿だから、もう1回で2回3回結ばなくていいです。もう1回キュッて縛るだけでもう十分役を果たしてくれる。で、ちょっとずれるようだったら、さっき3回畳んだでしょ、ちょっと押さえながら鼻の位置調整をしてしまえばちょうどいい感じでね、収まる。こういった感じで、ほこりっぽいとことか悪臭をするところ、仕事をしたりとかする大概のところはね、これで十分用足りるんですけれども、もしどうしてももっとね、ほこりっぽいとか悪臭がもうどうしようもひどい、そういう時はフィルターを入れてしまう。今回はこんなハンカチを使おうと思うんだけど、ハンカチを今これ真ん中のところね、真ん中のところにどうした方がいいかな、すごくごめんなさいね、分かりづらいね。今3回畳んでるじゃないですか。もう一回やりますよ。いいね。あ、目線がね、スマホだとすごく、いや、こっち目線ここだな、目線ここだな、よし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 、まだ1、2、3回畳
畳むのね、3回畳みました。畳んだところに、まあ、今回ハンカチ使うけれども、キッチンペーパーとかあるじゃない、そういったようなものをフィルター代わりに中に入れるんでさ、こんな感じね、ちょうど畳んだところに収まる感じ、収まる感じ、うん、収まる感じでこれをフィルターにしてしまう。で、結び方とかもさっきと同じ、真ん中の上の花のちょうど途中じゃないよ、途中じゃないよ、ちょうどへこんだところね、花のへこんだところにちょうど一番上のところを当てる、うん、で後ろに持っていって上のところね、上見えるかな、上のところ、上の角のところ、上の角のところ、見える、見えてる、 上の角のところね、両方引っ張っといて下の角のところごめんなさい、下の角のところを顎を巻き込むような感じ、巻き込むようなイメージで上に引き上げながら、角のところをもうどこがどこだか分からない教えながらだとやりづらい、あの下のところを上に巻き込みながら、反対側も、反対側の角も、反対側の角も顎を巻き込みながら上に持ってくるね、巻き込みながら持ってきて一回縛ってしまえば、見えるかな、いっぱい縛ってしまえばもうこれで完成、これでね十分、呼吸もしやすいし、マスクの用途はしてる大体がね、これはね、ちゃんと医療関係者の方には聞いた方がいいと思うんだけれども、うちらの考え方で、まあ、すごく粉塵の多いところ、あとあの悪臭のするところ、人がね見てないところではこういった感じで日本手ぬぐいを使ってね作業したりとかするの。だから今回のね、コロナの件に関しては非常に粒子が小さいと。で話によると、そのすごくね小さい粒子っていうのはすごく運動する動きが激しいから、こういったね布にくっつきやすいという話があるらしい。これどこまで本当なのかっていうのは自分は専門だからちょっとよくわからないんで、もう一回各自医療関係者、医療に携わる人、また専門家には聞いてほしいんですけれども、まあ一応うちらとしては、職業忍者としてはこういった感じで人の見てないところでこれで街歩くと目立っちゃうから、さすがにねうちらもやっぱり普通のマスク使うんや、ある時は普通のマスク使うんだけれども、人の見てないところで作業するときっていうのはこういった感じで日本手ぬぐいでマスクを作ったりとかする。よかったらね、どうなんだろうな、子供たちとか喜んでやるかな、うん、やっぱりこれからアメリカの方でもマスク推奨されたみたいなんで、よかったらこの簡易の忍者マスク試してみてらどうでしょうかっていうのがね今日のお話でした。うん、昔はね、こういった日本手ぬぐい、藍染めのね日本手ぬぐいをうまく使って、まあ、旅先で川で水をそのまま飲むんじゃなくて、やっぱり藍染めの藍って言ったら殺菌効果があるっていう昔は言われてたから、水をこの藍染めの手ぬぐいを通してから、まあ、飲むっていうことをね、衛生面としてたしてらしたらしい。どこまで効果があるか分かんないよ。うん、そういうのがあったんで、まあ、とりあえずね、うん、今回マスクがだいぶ世界的にも、まあ、需要が出てきてるなんだけども、やっぱり手元にない、でもなんかやっぱり置いとかないとちょっと怖いよねっていう、うん、まあ、こういう方法もあるよっていうのを、まあ、今の現代忍者からの、まあ、知恵っていうか提案っていうか、まあ、そんな感じでした。うん、よかったらねまたちょっと試してみても欲しいし、医療関係者の方、これどれだけね効果が、もし効果があるんだったら、これ子供たちの間で流行らしちゃってもいいやろうし、よかったらねファッション関係の人、うん、この格好でファッショナブルにちょっと決められるんだったらね、うん、これで街歩いてもおかしくないよっていうちょっと提案もよかったらしてほしいなっていうのは、まあそんな感じです。うん、以上、薩摩忍者研究会代表清永でした。またお会いします。